するしない。どうも、日向彩子です。今回も MJ のトンプー戦参戦したいと思います。では早速いきましょう。フリー対戦のトンプー。今シーズン残すところあと2回となりました。そしてビンゴで空いてないのは4箇所。よろしくお願いします。あっという間に集まったね。相変わらず早い。トーン1曲、ドラマ数層、プレイヤーはペーチャです。よろしくお願いします。プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。数シャンテン、4シャンテン、一通とか、一通じゃない、三色とか、チャンタとか、この範囲にここはそういうのを見るの。これはいかんせん手が悪いよ。ドラもないし、赤もないし、赤入りのルールで端っこばっかり、本当に良くない。全然やる気起きない、この手は。あー、なんかちょっとずれて、234の三色とか見ます。いや、一歩前進ですけど、リーナミの愚形の三シャンテンですよ、これ。ドラ引け。せめてドラ引け。三色目がある。でもね、これね、ならないのよ。だから、急走打っちゃおう。場は膠着状態。これね、ほぼほぼ厳しいです。上の三色、下の三色。どっちも、おぉ、こういうのが来るのね。一応切ろうかな。これで両シャンテンです。トイレ。ここは合わせ安全牌の意識だけ持ちたい。 Q1 が2人切ってますね。神茶とトイメンで、下茶は場が重い空気に今回ね、ウーピンから打ってて、この自敗はつもぎりなんですよ。ここは一歩後退、ちょっと一歩後退したけど、後継目指したくて234はちょっと見たいんでね。あー、これはさすがにこっちに行こう。これあんそう、こっちひなた、手が進んだ。残り8秒しかない。ちょっと考えすぎてる場合じゃない。でね、下ちゃんのね、スタイルがちょっと異様で、ウーピンローソー手出しだったんですけど、あとの自敗とローピンは、プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。もうつもぎりなんですよね。だからもうインシャンテンとか、そうだね、追いかけたね。そういうことだね。はい。ね、パーピンも取れそうか、パーピンにしようかな。よいしょ、パーワン通ってる。もう残り3秒しかないから、ちょっと急ぎ目で打たないと時間が…あ、嘘通った。時間が大変。うわ、どんな手なんだろう。これは思わぬ失点。あ、普通にこう早い瞬突系の手だったんですね。まずは一歩リード。年品ドラドラ万年高いね。12000だよ、親の。お高いわ。トン1曲、一本場、ドラは初、プレイヤーはペーチャです。現在のトップは下茶です。赤赤、まだまだトップを狙えるポジションですよ。今回はいい手ですね。ここちゃんと戦わなきゃいけない手です。よし、行くよ。まずは、全然関係ないイーソーから打っちゃって、まあ、何からでもいいんですけど、まあ、キーピン統一。早くもリャンシャンテン。いやー、4シャンテン?あ、4シャンテン、4統一?うわうわうわ、ドラ来ちゃった。なんか変、なんか変よ、これ。一番最初に仕掛けるのは誰か。どうするよ、これ。ピンズの染めもないし、ハツをね、立てたいというよりも切っちゃおいたいな。つもぎりが続きます。ワンツーでね、これもこの手も泣かないので、もう泣きなしにしちゃいましょうか。重苦しい場に瞬つって、ここでリーチ。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。今回ね、ウーソーは現物なんですよ。これは先ほど切った牌で、赤切ってて3手は結構当たんないんで、ちょっと行きます。ロン出たー。
下茶、これは思わぬ失点。これは早かったですね。いや早い決着でしたね。3900点、一本場。ちょっと今の手は悪くなかったんですけど何もできませんでした。プレイヤーはシャーチャです。よし、お、いいよ。最初にプレイヤーのすごい4シャン点だけど、これは何が何でも赤ドラドラ、一体どんな結末となるのでしょうか。赤ドラドラ9から行こうか。これはね、できれば初か中か重なってポンとかできると一番重い空気に包まれていますって感じ。ちょっとペンちゃん払います。今回ドラが3つあるんですけど、あんまり良くない形がで、結構みんな普通の捨て牌してるんで、ちょっとスピードわかんない。重苦しい場になっています。シャーがドラを持ってきた。これは嬉しい。これで一歩前進。一応ターツは足りてるんですね。もう薬牌が重ならなくてもパンピンそうでメンツは作れると。なので場に1枚ゲノチュンを切る。一体誰なのかにしても形が悪い。華やかなんですけどね。目いっぱいに行きます。これでリアンシャン点です。自分の手にね、ドラ4つですからね。結構周りの打点ね、役とか絡めないと。こんな高くないです。一体どんなドラマが待ち受けているのか。さあ、この範囲ここはスルー。9もいらない。自敗がすごい切られてますね。キューピン親の現物になった。相手の出方を伺っているのか。統一手あります。統一手があります。ちょっとヤンピンいきます。ひなた、あっという間にイシャン点。ローワン、ローソー、キューピン。場に緊張感が漂っています。キューピン2枚切れちゃったか。キューピン切りますね。ポーズが高い。少し場が落ち着いてきたか。ローソー、さすがにこの手はもう統一で決めるべきですね。さあ、この牌はどうする。ここも我慢。いけないんで。来ました、念願のローアン引き。ピンズが安いですね。だからちょっとローピンで闇で、何の町なら変えようかなとか今考えてたんですけど、ローピンリーチもありかな。あーと思ったら終わっちゃった。ここで大きなロンの声。レンチャンになります。絶大、高い、リーチ一発、ピンフ、ドラゴン、バンガン、高い。12000横移動。リーチ打ってもな、ちょっとね。いや今またせっかくの手がね上がれませんでしたね。現在のトップはトーニーです。まだまだトップを狙える。来たよ、得意の対局の模様に注目してみましょう。ウーシャンテン来たよ。いや本当にパラパラチャーハンですね。こんなに綺麗にゴシャンテン。場が重い空気に包まれています。ゴシャンテン、いやちょっと手格好が厳しいけど、ツモがうまく噛み合えば一番最初に仕掛けるのは誰か。悪くはないはず。日向、これで一歩前進。ね、4になりましたね。一歩前進ですね。日向、あ、乗っている。来た来た来た。シャアも統一になって。乗ってると言ってももう一声。まずドラが来てくれたりするとね、嬉しいんですけど。いやー、場は膠着状態。いやさあ、この牌ここはスルー。嫌な現物で、今ね、あーちょっと下茶が不思議な感じになってますね。手出しでどんな最終形を思い描いているのか。ピンズの両面も出てきた。いや、もし箱いっちゃいますね。
下茶、手牌に中ちゃんぱいが並んでいます。ソーズなのかな、それとも国士。さあこの牌はどうする。ここも我慢。リャンソー先日向、これでリャンシャン点です。ねえ、E ピン3枚目国士だと、ああ違うな、やっぱソーズだ。で、ワンズリャンベンチ、マジか、盛り上がってますね。あっという間に決着がつきました。思わぬ失点。あら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 、早かったですね。あら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 、親がタイヤをのみの1500点。スピードをこう合わせていったというよりも、先にもうこれ以上高くするよりも上がっちゃおうっていう感じ。シャーチャです。でしたね。ここからどのような手に化けるのか、今回手がいい。果たしてドラチーソーを制することができるのでしょうか。赤ウソを使いたいね。トンからいきます。で、まあチーソーがドラってね、急走打っちゃおうかなと思いつつ、ダリアンソー一番最初に仕掛けるのは誰か。急走もね、打っちゃいます。ペイはちょっと安牌目で、ナンも親の現物。あーそう、これはね痛くない。シーソーが来た時に結局使えるんで、ペイがどいつかな。ひなた、これでリャンシャン点です。今のままじゃ嘘出てくんでね、リャンシャン点が。場は膠着状態。立ち悪いところを切ってきます。今回8が親のね、見物なので9から行きました。出す牌だ。ここはスルー。今回は神茶。ここは統一落とし。行きたくなかったんだけど、ペイはもうないんだよね。嘘にくっついたらペイを処理してタイヤをの一方は見たい、くっつけたい。嘘が3枚見え。各茶どのように打ち回していくのか。ここで切ってもいいかな。このままでもね、嘘いなくなりそうですね。あー、いらないかな、切っちゃう。いやいや、もう一声。いいシャンテン。いや、いいシャンテンですけど、ピンズで染め手はなかったので。ここでリーチ。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。リャンソー、リャンソー。ここはドラを持ってきた。くそー、これは通りそう。いやー、スーワン。リーチ、追っかけリーチ。親のリーチだけに注意が必要です。ピンズがね、高い。つくらい行ってもいいかな、スーワンぐらい。え、ダメ？各茶、あいつ、この範囲に反応するか。ポン。あーっと、ここ、ひなた。出た。今ね、G1 が通ったので数は切れました。そしてリーチ棒もらえますね。これで2000点なんですけど、本場と供託がもらえる上がりとなりました。トン3曲、ドラは何、プレイヤーは何茶です。あ、光った。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。高ハイパイだ。リーチ早そうですね。チートイツのリアンシャン点。チートイツのリアンシャン点か、チートイツやってみますか。チームあたりからこう切って、なんかゴリゴリのね、下茶。私チートイツ好きなのみたいな捨て牌を行いましょうか。そしたら何、G1 早くも泣かれてワンズなのか。この範囲に、ここはスルー。ワンズなのか、チャンタとかなのかとか思ってたら、もう E ピンも出てきて、あ、急走手出し。場を制する人物は一体誰なのか。まあ、役牌ってこともあるんで、あとね、今回ドラがなんなんですよね。なんですよね。南。一体どんなドラマが待ち受けているのか。だから感じっぽいな、急走先で。嘘なんでね、
で今回は各どんな最終形を思い描いているのか、現状2着目でオーラスの親が残ってるんですよ。日向あっという間にイシャンテン。だから3着目が、ここ3着目がね、すごい頑張って陣逸とか本逸ダードル上がられるのあんまり嬉しくないんですけど、さあ持ってきた、いや、まあ、一応ね、日向天敗、いや町的には悪いけどこれリーチありですね。いや問題は何のありかで、あっとここで親リー、親のリーチだけに注意が必要です。ここは一歩後退、チー、はあ、下茶ここでチー、怖い、これで一発が消えましたね。怖いよ。3番が2枚目、ちょっと降りよっか、もうちょっと泣かせてあげようかなみたいな感覚で切った E1 もチーされて一通確定させちゃったんですよ。私がプレイヤーがどう出るか、ここは注目です。果たしてここから追いつけるのでしょうか。で今なんで泣かせたかというと、あのね、ちょっとね、戦わせてもいいかなって思っちゃった。危ない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 、もうなんで今なんで泣けたの、危ないよ危ない、戦わせてもいいかなとか思ったけど、このまま静かに場が進行していくの、ちょっとトイメン軽快なつま上がり、親のリーチを切りました。危なかったね今のね、言い訳は微妙だったかも親の現物だけどね、え一発も消してくれるんじゃねみたいな、まだ張ってなさそうだよねみたいな、そしたらあんな悲劇になりました。プレイヤーは親です。さあ親頑張ろう。この試合はサンシャンテンオーラスとなりました。ドラウンワン、トイメンからマンガンを上がればトップです。トイメンからマンガンを上がればトップ、親のマンガンですか。12000、今回の手はまだサンシャンテン、すごいいいわけじゃないからその次第ですね。3統一今 Q1 打ったよ。でもペンチーワンとかあんまりいらないですよね。切っちゃいましょうか。切ってワンズの3は大事にして、キンズの整理かな。あ、5が来た。普通の目があるのか。一応こう打とうか、先に妄想で。これでリアンシャンテンです。リアンピンとチーピンが来てくれれば一通ですね。おう、おう、マジか。一通見切りまーす。ひなた、あっという間にイシャンテン。パーピンでもいいけど、一応ね。さあ、持ってきた。この先輩、全然嬉しくないんだよな。切っちゃおう。先輩取らず。後継に なる、もしくはワンズでね、なんかドラウーワンとか。あ、これはリーチですね、もうね。両面になったんで。リーチ。今回ね、リーチのみなんですけど、上がらないと、流局で終わりなんですよ。だから、お祈りしよう、スチーピン。あ、リーチのみ。裏はどうだ、裏はどうだ。電光石火の上がりと言ってもいいでしょう。お見事。ゼロ。裏は1個も乗りませんでしたが、上がりきったので親が続行です。一本馬、ドラはチュン、プレイヤーは親です。どうだ、ソーズ一メンツ。オーラスが続いています。ソーズ一メンツ。日向、ハネマンを上がればトップです。ソーズ一メンツ。果たして以上です。勝利をつかむことはできるのでしょうか。3点。リャンソー引いた。いいペーコ。日向、早くもリャンシャンテン。うん、手が立ちは悪くない。この範囲にここはスルー。手代わりで234とか123の3色も見える形です。水槽を切ろうかな。ソーズがちょっとね、早くも休めやすくて、いきなり仕掛けていった。チーソーにくっついた時の両面は悪くないかなっていう判断。今 E1 が来てね、ジャントなくなっちゃいましたね。場を制する人物できるっしょ。わー、E ピンがなくなっちゃったよ。 E ピンがなくなったってことは、E ピンがなくなったってことは、1,2,3 は厳しくて、何 ?10
1枚切れ。ね、154差でしょ。だから8000打っちゃうと、私8000打っちゃうと3着落ちがあるよとか言ってたら、はい、ドラ対応ちょっと目まぐるしいよ。2着なんかちょっとみんな展開早くない？どうしたん？焦ってるの？どうしたん？なんで急にみんなこんな泣き始めたの？なんかもうみんなだってフーロス見て、5個ももうさらされてる。緊張感が漂っています。イーシャンテンよ。私スッチピンは微妙かな。おおおお、ここで6個目の仕掛けだよ、バニー。あー、赤出てきたね。あ、ローは怖いね。でも溢れてないね。切っちゃおっか。あー、ここでポンとかかな。ああ、横移動目まぐるしい。ほとんど何もしてない。私、8P 危ない。漫画横移動した。なんか最後、蚊帳の外でしたね。親だったけど。で、この横移動は自分の着順には関係ないということで、今回は2着でした。あう、逆でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで今回の着順は2位。羽根満球上がってませんので、4回回すよ。いきます。1、2、3、4。ちょっと球が少なくなってきたので、ちょっと出が悪くなってきました。1個目いきます。来た！ 6 番！やった！ 6 番ということは、ビンゴー！イエーイ！あと3つ！次！ 9 番！ない！ 9 番ない！ 次！ 28 番！おー！来た！ 28 来た！おー！あと2個！ 2 と60！ さあ、最後のやつ！惜しい。1でした。ということで今回2個開きました。え、すごくない？何ビンゴ ?1、2、3、4、5、6、7 7だね。7ビンゴ達成。イエーイ、すごい。今の2着だけど引きが良かったですね。一気にこんなに穴ぼこだらけになりました。さあ、ということで、あと残す MJ も今シーズンあと1回なんで、3着以上引いて2と60を出せれば全開き達成という。すごくない？さあ、ということで楽しみな最後が待ってそうですね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。全部開けるぞ。バイバイ。